おはようございます。トリケンです。いきなり実験しておりますが、今これ ND フィルター入りです。ND フィルター入れて、S-Log3 で露出プラス2で撮ってます。なんかやっぱ昨日撮ってる時に ND、なんか結構 α7R4 と比較した時に、ZV-1 の方がちょっと白っぽい感じになってたんですけど、それってね、多分あの ISO が1000立ち上がりなんで、ちょっと昨日の環境だとあのもうあのちょっと露出が適正露出持ってこれなくてプラス2とかにしてるから明るすぎちゃったんですよね。で今これだと ISO4000 まで上がっちゃうんですけど、その代わり警告出てないんで、こっちの方が露出は適正なはずで、これがあの ND フィルターをオフにした感じですけど、 ND フィルターオフにしちゃうとどうしてもあの ISO が1000から立ち上がりで、この明るさですでにもうISO1000 だとちょっと明るすぎるんですよね。だから今あのモニターの表示見てると ISO の項目のところで数字が1000っていう数字がピカ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 してて、あの露出が適正になってないよっていう警告が出ちゃってるんですよね。だけどまあ ISO が3000とか4000まで上がっちゃうと、今度それはそれで、ノイズが多分気になっちゃうんで、実際にはね、どっちが綺麗に撮れるかがちょっと気になりますね。まあ3200ぐらいまでだったらノイズ気にならないかもしれないんで、まあそれはこのカメラがどのくらい、ノイズ耐性が強いかによるんですけど、まあだとしたら ND フィルター入れちゃった方が安定した映像というか色味が良くなると思うんで、もう今朝の実験はまずはいきなりそこからです。寝起き2つ目の実験はこちら。この、型番本当覚えられないんだよな。しかも書いてないし、ECM-B1 なんたらとか、そのような感じの、紙マイクです。ソニーの紙マイクで、これを α7R4 につけても最近は、これね、音声のレベルも自動調整してくれるし、本当全方向を撮ってくれて、Vlog 最強マイクだと思ってるんですけど、で、これがね、どうも ZV-1 では使えないっていう噂が事前に結構あって、いや、これデジタル接続はできないけど、こっちアナログモードにすれば、普通に、あの、同じソニーの、あの、ソニー機器なので、ホットシューで使えるだろうっていう疑問があったんですけど、今実際これ、この ZV-1 にデジタルモード、アナログモード、両方切り替えながら、つけてみたんですが、どっちにしても、なんか互換してない、互換性じゃないアクセサリーで使えませんっていう、本当にやっぱり噂通り、アナログモードにしても、なぜかこのマイク使えない。おはようございます、トリケンです。さあ、今日は1日この ZV-1 で、しかも S-Log3 運用で、やっぱね、S-Log3 ちょっと ISO1000 立ち上がりなんで、昨日もあの比較した時に結構 ZV-1 の方が白っぽい映像になったのは、多分ね、ISO が立ち上がりが1000で、少し適正露出を取れなかったんですよね。あの、ISO のゲージが1000ピカピカしてたんで、ちょっと明るくなりすぎちゃってて、なかなかね、やっぱり、ちょっとそこら辺は難しいところがあるんですけど、まあでもせっかくだからもうちょっと S-Log3 運用いきなり何がせっかくなのかわかんないですけど頑張ります。で、今日の朝食ですが、ちょっと野菜ジュースもうね素材切れなんで、いつも通りなんですけど、しかもソーセージも素材切れなんで、なんとなくチーカマを寂しんで乗せてみました。あとはレタスサラダ、ブロッコリー、そして、トーストとハッシュポテト、ハッシュポテトと一緒にトーストをねレンジするとどうしても焼きすぎちゃう問題があって、もうちょっと最適化悩ましいです。あ、そして、この状態でもやっぱり線ちょっとピカピカしてるんで、この時はちょっとね、露出を後処理で調整しないと白飛び気味になっちゃうかな。やばい、この我が家の段ボールタワーがすごい育ってきちゃった。あの、先週、リサイクルゴミをね、出しそびれたのが痛いです。今週こそ絶対に出さないと。一週間ぶりの、とりあえず撮っとくっていう。はい。今日はよろしくお願いします。お願いします。うわぁ、これ厳しいわ。真っ白。ND フィルターつけてもダメだ。
F10 まで絞った。じゃあ出発します。はい、暑い暑い。ちょっとエアコンを全開で、全開でお願いします。はいはい、オーライ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 。ここのお寺さん止めるの大変だから。はい、オーライ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 。お花を入れ替えます。おお、このお寺何気にすごい超立派なんですよね。すごい、わ、やば、小さい窓ね。すごい、本当珍しい。久しぶりに見ました。蛇が、蛇が出てきました。こうちゃん映せる、こっち側の方こっちの方が映る。あ、行っちゃった、そこ、そこ、そっち側、そっち側。わあ、すごい、顔がね、こっち、こっち、顔がね、こっち、はいはいはい。めっちゃ結構ちっちゃめだけど、久々に見たね。でも1メートル、1メートルもなね。何ヘビ？青ヘ、青大将？青大将。すごい。もっと太くなるもんね、青大将。すごい。ズームしとこう。ズーム。全部で1メートル。ズーム、ズーム、遅。おお。まさかの、ズームが効いた。なんか縁起が良さそう。撮ってる、撮ってる人たちが面白いパターン。お金が貯まるんだ。どこに行っちゃったの。どんだけお金欲しいんですかっていう。食事をとってこう。さあ、すでに四十九日無事終わって家帰ってきたんですけど、結構ギリギリで雨が降ってきました。皆さんのアドバイスに従い、はい、パスモを入れるために、はい、iPhone のケースを手帳型に変えました。これで無事パスモ問題解決です、はい、こっち側で多分スイカして、はい、こっち側にまだ発動はしてないの。そうなんです、まだパスモの電気を買いに行ってて、はい、パスモよかったです。ありがとうございます。アドバイスありがとうございます。ありがとうございました。じゃじゃじゃん、これ雨の日に靴を下ろしちゃいけないんだっけ。うん、っていうよね。そしたらもう背に腹を変えられないから、ドボンしたからしょうがない。ドボン、そうそう、ちょっと靴変えました。はい、ラッキー。ドリママ、ドリママつっかけお返しまーす。ドリママつっかけていく。はい、これ素晴らしいですね。このステッカー全然剥がれない、全く。これ超丈夫。めっちゃ手ぶれてそう。一応手ぶれ補正はあるんだけど、ジャックで切る、ジャックでやってるから。あ、アクティブ手ぶれ補正したらだいぶいいけど、画角がだいぶ狭くなるな。ああ、まあまあ意外といけるかもしれない。1ヶ月ぶりに葬儀屋さんにやってまいりました。はい、以上、恥ずかしながら位牌のオーダーです。忘れておりました。はい、位牌の手配中です。はい、今うまくない？位牌の手配で。そこ全く一向に動かない、この信号。三振用に全然動かないです。何が起きてるんですか。なんか青になっても2台ぐらいしか通過できない短さ。ここ魔の信号だね。あ、めっちゃ短いね。めっちゃ短い。3台目だけど、いける。あ、よし、いける。あ、もうダメだ。もうすごい鬼だ、ここやばい。今黄色ギリだったね。ギリ。さあ、ローリングシャッターテストどうでしょう。手ブレ補正は標準スタンダードです。これ余裕だな、全然手ブレ補正しない。室内撮り、これ今シャッタースピード50分の1で F3.5 ND フィルターあり。 ND フィルターが自動でオンオフしてくれないのがちょっと辛いな。運用が結構大変です。ちょっと業務用スーパーに連れてきてもらいました。これは期待しかない。冷凍冷凍グッズやば。業務用楽しそうすぎる。ちょっと買い物に集中しよう。ちょっと買い物に集中しないといけない。どうぞ。おー、あ、これね、冷凍系ね。かぼちゃも、あ、これいいね。ポテト持ってるよ。ポテトいるかな。あ、玉ねぎも微妙っすね。あ、ラズベリーあるよ。あっちが楽しげ。奥行こう、奥。こっちの方が
うん、オクラちょっといいね。でも使い切んないな。ほうれん草、あ、ほうれん草来た。ほうれん草とブロッコリーはゲットです。うわー、これそら豆とかめっちゃ魅力的だけど。あ、パプリカいいじゃないですか。素晴らしい。この柿、まあ、ただ野菜食べた方が、まあいいや、でも美味しいかいいんじゃない。これとさぬきうどん、どっちがいいですか。これさぬき、大盛りか細麺か、なんだろうね。大盛りかな。横ですか。うん、来た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 。ベリーベリーすごい。あ、これ野菜ジュース入れたらすごいんじゃない。そうだね。ライチとかやば。これやばい。マンゴー、まだマンゴーいっぱいある。全然関係ないけど、この焼きそば、ペヤング焼きそばふりかけめっちゃ気になる。これね、これ業務用すぎてね、個別に回答できないという弱点がある。これ厳しいっすね。欲しいけど、まだ細細になってるけど。あ、それだったら1個ずついけるかな。若鶏テールってなんだろう。テールだよ。テールテール、うん、ちょっと厳しいっすね。これで十分。これでだいぶ物資が、救援物資が増強されたんで。じゃん、イオン。いやー、ちょっとスイッチ見ました。はい、手に入れたんだけど、ただほら、やっぱり売ってないっしょ。絶対売ってないっすよ。じゃーん、カルディに行くと見せかけ米田コーヒー。ちょっと初米田コーヒーで入れるかな。ちょっとなんか急にお腹空いてきた。これでなんか美味しそう。米田コーヒーってこういうお店なんだ。うん、名古屋発祥です。母さん好きだったよ。あ、そうなんだ。カリー祭りだけかと思ったら普通に食べ物いっぱいあるのね。うん、おすすめは初だと思う。多分コメダコーヒー、なんかね、全部美味しいよ。へー、ボリューミー。これが名物なんじゃないですか。シロノワールとか。へー、なんかでもこれはなんかデザート的な、うん、小腹が空きました。もう今日晩飯にします。これそうですね、晩飯だな。うん、味噌カツとかもありますよ。カフェインレスアイスコーヒーがあるところが素晴らしい。コメダコーヒー素晴らしい。分かってらっしゃる。これすごいね、マジたっぷり感。豆菓子、必ずコーヒーを頼むと出てきます。めっちゃ逆光だった。カットかな。豆菓子、米田は豆菓子が4人分。米田通ですね。母さんとよく来ました。知らなかった。なんか結構写真通りだよ。うん、ドミグラスバーガー美味しそう。ふっくらパン、ドミグラスバーガー美味しい。うん、米でやります。最後デザートまでちょっと止められずに、ソフトクリームと瀬戸内レモン。はい、4人分ですから。何の言い訳だけよくわかんないけど、すごい言い訳がましい。さあ、ようやくカルディに行けます。いやー、また大人買いしてしまいました。いつもここに来るときに取ろうと思って忘れる、この駐車場システム。これすごいよね。すごい。これね、ナンバープレート入れると、これだけで QR コードでチャリーン。このチャリーン若干グレーゾーンになってる気がしますけど。はい、終了です。コメダコーヒーがハマりすぎて冷凍買いまくってたのすっかり忘れてたけど、大丈夫ですか。まだ冷たい。はい、じゃあこんな感じで、はい、今日の買い出し終了です。はい、あざっす。あざっす。 Yeah, it's such a clapClap, cause I'm feeling